米和製材木スピレット製造販売住宅の機密測定群馬県産材をはじめといたします木材販売の串間商店です。コロナ禍の影響で JAL がですね、再上場以来というか、最大の赤字2700億円、本当に航空業界メタメタという感じです。それに伴ってですけども、三菱の子会社であります三菱ジェットですかね、再三にわたって型式認定が取れなかったということで延期となっていたところに持ってきて、コロナ禍の煽りを受けて2021年から23年までの間、事業を少しですね凍結というかですね、見直しということで記事が出ていました。国産初のジェットの夢もですね、だいぶ遠のいたなというふうにコロナ禍の影響を受けたということであります。いろいろ考えさせられることがありますけども、今できることを足元、目の前のものをしっかりとやっていきたいと思います。米和製材のこと、木スペレットのこと、住宅の機密測定 VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします木材販売に関することで何かございましたら串間商店までお問い合わせください。